そのだければレース展望今日の解説は大阪スポーツの生瀬ハルトさんです生徒さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、そのだければの耐震工事も無事に終わりました、はい、そうですねリニューアルされていよいよ明日その初日を迎えるわけなんですけれどもまあ、年末は31日までまあ、真ん中に金曜日は1日中休みがあるんですが5日間開催とで今日解説していただくのは 明日行われます、そのだけばえば、ー、メインと準メインということになるわけなんですけれども、まあ、そのだけえば、 あ耐震工事、本当綺麗になりましたです、ね、そうですね、もう半分終わってましたんでね、ね我々はなんとなく終わったような気がしてましたけどね、まあこれで本当もう、完璧にね、はい、全部綺麗になりましたよね。ということで、まあ明日からそのだけはば年末開催なんですけれどもあの、いろんなイベントがね、用意されておりますんでね、そ,でねはい、そちらの方でもお楽しみいただきたいと思います。えー、それではでははすね今日は えー、明日のメインと準メイン、この2つのレースを瀬戸さんに解説していただきたいと思います。それではまず10レース、園田グランドオープン記念、これ、1230メートルレース、頭数はご覧の12と印を見ていただきます。こういうい印を 東進武蔵を本命にされました、はい、そうですね、まあ、最近の走りではね正直こう強くは押しづらい面もねあるんですがレース内容はね着実に上向いてますしで例年これからね気温が冷え込む時期に向けて走り出す馬でもあるんでね ちょっと早いかもしれませんけども、まあ、陣営が田中騎手へスイッチしてきたと、はい、その辺の、ね、心情を読めばここで、ね、勝負の手があっていいのではないかと思い切って抜擢ししてみました、はい、相手にーー1号はスマイルプロバイダーですね、休み明けの前走は、ね、直線失速しましたけど、まあ、いいスピードは見せてましたんでね。 まあ、ビーチクラスなら、ね、もうスピード上位2走目は当然、ね、気持ちも違ってくるでしょうで、まあ、何より飯田九沙、ね、今ディーリング争い熾烈なところ、ね、なんで、ね、もう本当無駄球は打てないというか使ってくる以上は、ねはい、もう必勝ぐらいの心構えでしょうから短期マイペースなら逆転まで、ねはい、あるかもしれません本当に今言われたように飯田九沙。 もう本当に一生差ですもんね、まあね新しい球史だと。乗ってるのも吉村であるということ、はい、片や東進武蔵は田中基地であると。うん ももう乗り役に関しても申して申分なないわけなんです黒三角としては、7号馬。はいそうですね、前回、ちょっとねスタート決まらなくても、ね、の、えー、足りないレースでしたがその前は連続2着と、まあ、いい末足持ってますんでね、はい、まあちょっと牝馬でねあのー、レース前によく老けが来たりするんですが、うん、その辺さえねクリアできればね、はい、まああとはゲート五分に出ればねまとめて面倒見ても何らおかしくないと。はいそれは ぐらいのパンチはありますすよね番番、はい、番とで北斎プリンスが、ね、特にこう気になるんですよね、昇、まあ、級戦の前走、ね、ちょっとうちで窮屈な競馬して2着、あれ、外出してれば勝ってたかもしれませんけどね、それぐらいの足でしたんでね、まあ、引き続き目が離せません、で10番の兆し、まあ、実績はですからね。 もどかしいレースが続いてますけどもう一押しあればね、うんえー、なんとかなっていいかなと、うん、まあ下原騎手連続騎乗ですからね、はい、前走に続いて、まあ、馬券圏内十分じゃないでしょうかうあのもう一度その2番の馬についてちょっとお聞きしたいんですが。 まああのー、本当、この馬は末足ありますもんね。うん、あ,りあります、まあります。勝ってはないんですけどね、A2、はい、クラスでもずっと構想してた馬ですからね、はい、まあ前回もね、昇級戦といっても B1 だったんで、あれぐらい走っても不思議でもなんでもないですよね、はい。さあ、それでは組み合わせを見ていただきましょうかね、フォーカスはこれです。三連単の勝負マルチで はい、一応、5号馬が軸では勝ちきれるかとなるとちょっと心もっとないところありますし、はい、そうね、あの田中棋士といえども、うん、抜けて任期することはないと思うので、はいまあ、軸3着まで来てくれれば、うん、相応の見返りはあるかなと思います、ね、なるほどね。したがって3連単の組み合わせとしては36通り、はい、ということですね。まあ、36通り勝っても、えー、絶対に 当たれば損はないということなんですよねはいそ思いますねはいそれでは一つ前旧レース準メインのレースこちらは B2 クラスの特別レース当数は11頭なんですね印を見ていただきます あ2号馬が本命ですね、はいまあ、取り消し明けで、ね、どうかというところはありますけど、はい、まあ陣営によれば、ね、全然関係ないと、はい、攻め馬もばっちりですしね、昇級、はい、とか、ね、そういうのはもう気にならないと、うん、まあなるほど C1 を連勝したんですがね相手がウィン・エス・キースに共和ビヴィランもう説得力十分ですよね、B2、はい、でどうこうということはないと思いますね。はい、もう一気の逃げ切りに期待ですなるほど はい、この竹村騎手というのがね、今、非常にスタートが良くて。すね、人間マンのラスト、なかなかしぶとい競馬する騎士ですから、ね。派手、ねまあ、さんはないですけどね、ねもう自分の仕事はこうきっちりするというかね。ねはい、馬の能力はきっちり出してくれますからね。そうですね 対抗にはゴムオーバーをされましたウインフラクターのね、はい、まあ休み明け4、4着はね、はっきり言って、はい、ちょっと物足りませんけど、前回は出遅れましたんでね、はい、まあ力は上、まあ、3走目、今度こそですね。はい で7枠8番の、ねはいえー、桜センティーレ、まあ、条件的にどうかというところはあるんですけど、ど、まあ好調時のトレードですからね、調教、ね、で,での乗り味もすごくいいということなんでね、うん、初戦から北海道から期待してみましたね。 あとは3番の1年1組、この馬も昇級ですけど、はい、結構相手なりに走れますんでね、はい、状態の良さで食らいついてくるんじゃないでしょうか。はい、C1 からの昇級戦ということですね。はいでまあ、10番の C ビジョンズもね、うんは、ややね、ちょっと伸び悩んでる近況ではあるんですが、そんなにね、まあ、ねひどい成績というわけでもないんですよね、うん、まあ3歳春の実績を考えれば、このまま終わるわけにはいきませんね、うん、見直したいです。はい それではどういう組み合わせかご覧いただきましょうこちらも3連単の勝負、はい、1> で1着、固定というで、まあ、これはベルジェイズの、ねはい、スピードを信頼ですね、はい、逃げ切りと見ていきました、はい、で組み合わせは12通りと、まあ、こういうことになるわけですね、はい、これが9レース準メインのレースなんです。 自由、えー、レースのメインレースはちょっと難しい、厄介なレース、だけど、順面は比較的、もう中心はこれというふうに決められるベルジェイズということなんですね。そう見たんですけどねはい、はいうん さあそのだけ言えば、これ、まあ、金曜日は1日休みなんですけれども、明日を初日に31日まで5日間開催なんですが、その間に重賞レースが2つあります、でその2つあるその重賞レースのうちの1つが、兵庫ゴールドトロフィー、これ、あさって木曜日に行われるわけなんですね。で、このレースは12頭決まっております、中央から4頭参加。 これ瀬戸子さん、ゴールドトロフィーに関しては、もう本当に地元はどうしようもないぐらい手がつけられないという、<laughs> 残念な結果がずっと続いてるんですが、ねあまあねまあ、地元場というか、地方場というかね、地そうですねあーダートグレードは兵庫県3区でありますけど、このコバのレースはもう全勝ですからね、JRA が。あそうですねあこれはまあ今年もね、ねそういう様相なんですけど。 地元馬も、ねえー、まあ過去最強のラインアップと言っていいと思うのでどこまで、ねえー、食い込めるか打順、はい、を崩せるか、ねうん、注目はしてますけど。 まあ頭数12頭のこの兵庫ゴールドトロフィー、まあ、これはあさって行われるわけなんですけれども、なんとかここは一矢報いたいところなんですよ、ねうん、そうですね、まあ、朝らしきゅの2頭ね、愛心、はい、バラ、愛心バランサ、ダートグレード勝ってる馬ですからね、ええ、人はししてほしいですねそうですね、まあ、さっき言われたように、新しい厩舎。 あたら市長教師もね、あと一つ勝てば百勝、年間百勝ですもんね。は、ねまあ、そういういろんな話題が満載のそのだけば、明日から年末三十一日までレースを存分にお楽しみください。大阪スポーツの瀬戸春斗さんでした。ありがとうございました。失礼しました。